僕の暮らしている町の下にはお父さんとお母さんが育った町がある。二重の町。私はこっちの高校に通っている2人の女子高生に会いました。もう少し待ってるな。またせてみて。あと20年。そのもう津波が来る寸前だって言ってみんなをとにかく高台へ。この間誕生日だったんだね。そうね、まあ、ね、やっぱ結構ごめんなさい、あの時の話するとやっぱりいろいろこう、ああなんかやっぱ思い出そうとすれば、ああその横はこれでこれだから、あやっぱりまだ覚えてますね。息子さんの話を全然聞くことができなくて。でだから20人いた団員の11人が帰ってこれなかったですね。曲がってるわ、よかった曲がってるわ、よかった。シャケナベイベーってことつってやってて、あそれそれ消防団分かってきたねみたいな。心配しないで大丈夫、私の中に取っておくからね。